夏目氏は日本の士族の一つ。初代当主は夏目国平。源の常元の逸豆の源の三る海を外し、平安時代後期に品の守るとして下校した、源のため公の子である、源のため国に始まる村上市の所流である。平安時代末期に欧州合戦での功によって、品の国更品軍、夏目号の自動職を与えられた。 国ただの子国兵が分家し夏目氏を称した。その後、三河国発軍六栗を本拠として活動した。戦国時代には、夏目義信などを輩出、徳川家の家臣として行動した。江戸時代にも旗本の家系として存続していた。文豪、夏目漱石も、夏目義次の次男、吉直の子、義行を外する末裔にあたるとされるが、江戸時代には、 名主身分の町人にまで没落しており正確なことはわからない。井桁に聞くもん、いに聞くもん、ひもろぎか聞くもんかもんは、ひもろぎか菊を使っていた。東京都新宿区の聞く町の名は、1869年に、名主で区長だった夏目なおかつが、夏目家の縄文にちなんで、聞くと、井から聞くの字を当てて、町名としたとされる。ただし、 1871年に皇族以外の菊家門の使用が禁止されたため、夏目家では別の家門に変更した。シナの現氏日本通信百科事典作家、ビザカードの CM で創世記役を演じた。有限会社サイアンインターナショナル会社紹介、夏目ふさのの、で、2008年11月18日本名、夏目林志介、ライター、エディター。 シンガーソングライター、夏目姫かオフィシャルブログ、ピースフルワールド姫からバーズパワードバイアメーバ。AB、東京、知名研究室、菊井町、夏目漱石生誕の地産業新聞、2018.121。ありがとうございます。